あんまり期待しない方がいいかもしれませんよ。所ジョージさんでーす。こんばんは、吉永小百合でーす。わかんないじゃん、ラジオなんだから。吉永小百合でやろうよ。わかるよ。吉永、永遠のアイドルが、もう、マドンナ。歌ってよ、歌ってよ。吉永小百合でーす。歌ってください。あとね、さっき消えたらね、もう10分過ぎちゃってんだから、呼ぶまでに。そうです。頼むよ。何が？限りある時間なの、2時間しかないんだから。しかも生放送でしょ？そうですよ。もっと銀座感出せよ、ここでやってんだから。なんか、初めに銀、二人の銀座かけるとか、あんだろ、いろいろと。こうした。古いね。古いねってね、君、ラジオのやり方古いよ、本当に。あとさ、相変わらずこの小さいとこでやってんだね。すごいちっちゃいでしょ。小さい声が好きなの？好き。なあ。昔からね。ここ圧迫感なんとか好きなの？好きなの。どこでも手が届くのが好きなの。あとね、びっくりした。何でも。久々に会ったら。はい、前に泊まったらあの白い車、こうちゃんのだろ、うん、白いバンの。そうだよ。わあ、金持ちになったね。なんでよ。白いバンで移動だよ。金持ちだね。俺なんか、事務所のカゴかホッピングだよ。ホッピング。ここまでホッピングしたの。ホッピング昔、似てるの。昔、下北までさ、50cc の、 あのゴリラで来たんだぜ。金持ちになったね。お母さんに言われたくないですね。もう話聞いたら、さっきちょこっと聞いたらね、もう高見沢なんかギター400本持ってるって。400本どころじゃないですか。いや、あの、375本くらいくれよ、俺に。いやないよ。あ、俺に。吉永さんいるで。吉永、女性ってのはあれだね。無理があるな。これ絶対に。男にしようよ。イ・ビョンホンです。言葉に無理があるんだ、言葉に。埼玉なまりのイ・ビョンホンなんかいないと思うよ。あとね、ナックファイブって FM なんだから。そうですよ。FM っぽくやりなさいよ。それはなんだよ、私なんか呼んじゃって。何が AM？ 完全に AM の、しかも仕業合ってない感じになってたじゃん。だね。ガサついたし。これいい。あれだろ、音響機器で聞いてる人いるんだろ。台無しだよ。台無しだよ、音響機器が。今、右チャンネルに坂崎の声、左チャンネルのところの声が。いやさ、音響機器でさ、凝ってる人ってのはさ、細かいんだろ。細かい。いろんなところ、金のパーツ使ったりとか。コードまでね。うるさいんだろ。入ってかんないんだよ、そんなのね。いや、わかんない。なのに俺の声が出ちゃう。残念だね、今日は。残念だよ、これ。さ、鼻声なの？鼻声。なんでどうしたの？でも気使ってる、俺は。なんで？鼻声だから、さっき鼻炎飲んだもん、鼻炎の薬。さ、喉が乾いてきてる。あるよ、水と。ありがとうございます。で、今日は何？そういう。所ジョージさんよ。そうです。わかってるよ、みんな。所さんよ。ないよ。ダメだよ、人生、あなた。何が？やめるものはやめないと。何が？やめるものは。え？グッと男は男何もうやめよう俺は何っていうふうにやっぱね何よだけじめをつけていかないと何このスタジオでどっかタバコ吸えるとこないのかとか言って、まあ、本当だよダメよ違う違うダメよじゃねえよ吸えるとこ探すよりもおかしいんだあれだタバコはやめろとか吸えるとこ探すよりもあった途端にタバコやえまだ吸ってんのなんて言ってたろなあ、めんどくさくない？探すのが。タバコって煙が出んだぞ。知ってるよ、それ。子供の時から知ってる、売ってたんだから。タバコ屋つけっぱなしだと、火事の元なんだぞ。知ってるよ、それは。知ってるか？布団とかで吸ったらやめた。俺なんかつけど、着目したんだぞ。逆に吸っちゃったよ。あのね、タバコはね、やめたの？やめたよ。もともと吸ってなかったっけ？吸ってた、吸ってた、あの頃は。下北の頃は。そうでしょ？そうだよ。タバコ、ね、体に悪いからやめんの、みんな。迷惑だから。それもあるし、喉に悪い。あ、匂いが嫌いなの。あの確かにねやめてからは嫌いになった喫煙ルーム行くと嫌な匂いするじゃんする嫌いだもん俺吸ってきた俺あの喫煙ルームで吸いたくないもんいややめなさいよ綺麗な空気のところで汚したいんだ汚しちゃダメなんかよあとねタバコ気になってんけどあれでしょ、うん、あのタバコでこの中で一回吸ったら自殺できないよあのまあねタバコじゃ、うん、これ排ガス一発入れたら1個だそうだ排ガスねだから世の中排ガスの方を規制しろって話だよこのことだ来たよ、ところの理屈が。これがいいんだ。理屈じゃないよ。心のへりくつが好きなんだよ。へりくつとか言うな。正論。長田10年、20年とそう。あ、所さんはそういうふうに言ってたの。正論だ、あれは正論。所の正論。長崎が間違ってるよ。間違ってるよ。確かに、ここに排ガス入れたら一発だ。そうでしょ二酸化炭素ね。それは見逃してるわけですよ、道路で。で、タバコが。で、こう、銀座なんか道なんかしちゃいけないんでしょ いけない。いいじゃん排ガスが OK なんだから。そうだな。そうでしょ当たり前。正論だわ。だろそうだあね俺私もタバコやめてた時あるの、うん、半年ぐらいだけど、うん、体に良くないなんて噂聞いちゃったからさアメリカで流行ってるっていうかちょっとやめたんだよアメリカで流行ってるから半年後に一本ぐらいいいんじゃねえよと、うん、でこれで食らってきたらやっぱやめようと思ったら、うんでクラッと来なかったのよ。美味しかった。あ、俺タバコ合ってんだ。合ってんじゃないよ。だってそれからやめとかしないの。それからやめないのね。だからやめた時はうるさかったよ。おそう。おあのタバコ吸ってる人にって。マリン。お前ねアメリカの先住民族じゃないんだから君たちに出るもんねやろうと。いいね。お前機関車かお前はなんて。いろんなこと言ってたよ。タバコやめてる時は。あでもね。小さい人間だね。排ガスはだってさ、はい、車が人間を送ってくれるじゃん。あるところまで。だ別に電車でもいいんだもん。うん。バスでも行けるんだよ。徒歩だって行けるんだよ。ホッピングだって行けるんだよ。ホッピングも行けるけどさ。贅沢品だ、贅沢品。
ね、肺が、あ、二しろ、二しろって言うんだからね。え？タバコは贅沢品じゃないんだよな。でもね、タバコは今は喫煙ルームができてるんでしょ、うん、やがてね、何年か経つと、うん、今電話も歩きながらあんまりしな、マナーですなんて、しないようにしましょうなんて言ってんじゃん。うん、だから、電話ボックスでできんから。ああ電話の入ってない電話ボックスで、ああみんな携帯するような電話ボックス行っちゃう。じゃあお前ここに電話置いてけいいじゃねえか。ああそうだねえな、うん、じゃあ10円ずつ入れてやろうかなんて元に戻っちゃう。元の電話じゃねえかよ。だから便利なものを便利とか思わずに、うん、何でも何でも使っちゃうとそうなっちゃうよって話だよ。ああ戻ってしまうと戻ってしまうって話だよ。ああああ今喫煙禁煙が盛り上がってるけど、うん、やがてみんなするようになるよって話だよ。なそうね。何年か後にはね。うん。ループだよ。いやでも俺はところの体を心配したって。ところ個人の体を。が世の中はいいから。この間、はい、人間ドック行ったの。行ったの。で俺ね人間ドックなんか行かないしたの。でもさ前より筋肉ついてない？これがつくんだよ。ごっつくなってない？ごっつくなっちゃう。なってるよね。うん、何やってんの？秘密。秘密なの？秘密じゃないよ。何なんかいじくろうとしてんだよ。何やってんの？あのね、うん、何の話だっけ？いやだからその。き？え？人間ドックや。何人間ドック？どうした？どうだった？人間ドックなんか行かない人だ。なんかなんでかっていうと、うん、人間ドックに行った時に、うん、人間なんて調子がいい時悪い時って日々何時間って違うんだから。うん、急に胃にね、こう炎症が起きたりとか、血圧も違う。その時に見られちゃったら胃に炎症がありますねって言われちゃって、うん、胃カメラ飲んだりするんじゃん。うん、後日胃カメラは何でもないなんて言われたりするんじゃん。あるある、ね、お前胃カメラが欲しかったんだろうね、いろいろと思っちゃうじゃん。うん、ね、だから、うん、そんな当てになんない。行かない行かない。でもみんな行くから、うん、うちのが、うん、行きますよ、うん、運転手だよ、もう。行ってさ、あれで。どこが運転してたの、うん、で、やってもらってさ、うん、結果が2時間ぐらい行くんだよ。そんな。すごい。人間ドックの。CD で。いやいや、なんか紙に全部袋に入ってた。CD も入ってた。入ってたの？それで見たら、うん、もう抜群なんだよ、いろんなものが。A 段階で。もう全部いいの。悪いとか一個もないんだ。うっさ。うっさ、そっからだよ。人間どこ行かなきゃダメだよ、なんて。なんだったね。ガラッと変わるからね。あんなものお前信用置けねえよなんて言って。全部 A だからだろ。あんな信用置けねえよって言ったとおり、見たとおり、こういうのはね、やっぱ数字で出なきゃ人間はなんて。調べとかなきゃダメだよ、ね。数字に支配されてるから我々はなんて言い出したから。あ、そうなの？そうなの。でも全部よかったな。血液検査もないよ。そう、初めに言ったけど、ね、これ FM なんだから、うん、雑な話はやめてよ。音楽の話は、ね、あの MC なんだから音楽の話もっと柔らかい、なんかな、涼しい、なんか爽やかな清流を感じるような。今日吉永小百合さんだからゲストは。こんにちは。だから吉永小百合さんです。初めてだし、お会いして小百合困っちゃう。初めてなんですよ。初めましてなんですよ。初めまして、よろしくね。佐々木さん噂に聞いてましたね。本当ですか。カメラさんが来た400本持ってカメラさんが、あのカメラを2000台だったけど、お前バカじゃねえの。なんで車30台もいらないだろ。だって2、3台それを言うんだったらカメラ2000台だよ。いやお前バカだよ。いや車の方が全然高いって。世の中のカメラそんなに集めたって、ああメンテしてって1年で間に合わねえじゃねえかよ。だから車はどうなの。バカだよお前。車はだって20台あったって、ああもう1ヶ月で全部乗れるじゃんかよ。乗れるけどさ、一度には乗れない。お前1年が365日って知らないだろ。ああ一応知ってるよ。その中で20台楽勝だろ、うん、2000台カメラあってね、お前。いや1日100台使えないじゃないかよ。使えないな、次元に。1回ずつしちゃったもう絶対だって1000何台はもうレンズのあれだもん、ピントなんかこう、あと買ったくしちゃってるもん。あそうね、ちょっとあるよ、それだろ。あるほら、買ったくしちゃったレンズなんかもう直さないんでしょ。もう今直さない。直さない、うん、私にくれなさい。私のところに捨ててきなさい。これでどうすんの。私がいろいろと遊ぶから、それで遊ぶのね。あのね、にしたりね、あのいろいろと遊びたいんだよ。分かってるよ。骸骨にくっつけてみたりとか。分かってるよそれは。だからレンズをうちに捨ててきなさい。そこ行くとね、あなたね、友人のあのチューブの角野くん、偉いよ。なんでいらないの。俺のところに捨ててくよ、いろんなものを。そうなの。俺が、あ、父さんこれで喜びそうだなぁなんていうの置いとくよ。あ、そうなの。付き合いあるんだ角野くんはね、うん、あの夏場はほらチューブで忙しいじゃん。はい、ね、うん、あいつはさ、夏季労働者だから。そうそうそう。ほんで、秋口が来ると、トコさん暇になっちゃってさ、なって。もうスタジオしか行かないから、なって。遊び行くんだよ、うん。あいつカメラとか好きじゃん。あいつ好きよ。ほんとね、センスもいい、うん。あ、そんな褒めることはねえな。チューブを。そんなことは、そんなに褒めちゃダメ。センスいいですよ、彼は。いいでしょ？結構こだわるでしょ？そうそうそう。うん、だから、あのね、うち来てね、いろんなものを、こう、視覚から刺激されてるみたいよ。なるほどね。こうちゃん。ところが作ってるの、この間テレビで見たよ。そういう、いらないものを作ってるの。いらないものって言うんだよ。だってうちのカメさんにも言われてんだから。いらないものって言うんじゃないよ。だってなんかいらないよ。何を言うか、うちにはゴミみたいなものしかないけど、うん、これは永遠に残るゴミなんだよ。
永久的に残るゴミなの。残るの、はい、皆さんの言ってるゴミっていうのは、うん、投げたやつなくなっちゃうものでしょ、うん、うちのは永久に残るゴミなんで、ゴミ中のゴミを集めてんだ俺は。ゴミ中のゴミ、ゴミ中のゴミ、ゴミオブゴミ、ゴミ中のゴミを集めてるから意味があるんだよ、うん、半端なゴミはゴミだから、ゴミ中のゴミはもう永久にゴミなんだよ。わかんねえ、わかんねえよ。何がわかんねえと。ゴミ中のゴミはわかんねえ。長い付き合いなのに読めよ、その言わんとしてることを。分かった。じゃあ、あのさ、うん、ちょっと待って。ゴミ中の2時間こうやって話したら、うん、意外と疲れると思うんだよ俺。ところラジオは疲れるから。おい。テレビはまだいい。ね、うん、ダメ。昔のオールナイトニッポンみたいなことじゃないの。これ FM だから。あ、いいよ。NAC5。NAC5ですよ。ね。ダメダメだ。たとえ埼玉だとしても、うん、ちゃんとやろうよ。今のでもところのテンションは俺の。たとえ埼玉じゃない、全国今聞くから。生意気になったね埼玉も。埼玉が生意気じゃないんだよ。生意気になったよこれ。だってラジオ台が。ナック5ってさ、周波数が 79.5 だからだろ。そうよ。ダサいじゃんそこはもう。そこはもうかっこ悪いじゃない。それさ、今さら言うなって。もう何十年も経ってんだから。嘘。あんたもこれもう20年ぐらい。もうここ17年ぐらいやってますよ。すごい。ところなんか小さい箱好きなの。小さい箱好きなの。何この閉鎖的な感じ。なんで、ところやもう酸欠に近いからね俺は。そう、俺はもう人の数十倍酸素吸うって言われてんだから迷惑だね。そう出すのは二酸化炭素どのぐらい出してるの。その何倍も出してる。出してんだ。環境に悪いやつだね。そうなんだよ。環境に良くないんだよ。環境に良くない人間だ、ね、だからちょっと変えようよ、うん、話し方を。いいよ、ね、じゃあ音楽の話よ。 FM なんだから、音楽の FM なんだから5秒ぐらい素が開いたっていいんだよ。じゃあギターも素を開けた。いやそんな気づかなくて大丈夫。あ、今後ろに流れてるわ。BG が5秒ぐらいこう黙っちゃって、黙っちゃうぜ。黙ってよ。冗談じゃないよ。黙ってねえじゃん。でも気になるんだろ。なんか申し訳なくなっちゃう。黙ってない。みんなに申し訳なくなっちゃう。でもやっぱね、いい人なんだ俺は。ダメだね。俺はどうもいい人なんだよ。気使っちゃうでしょ。リスナーのみんなの気配り、目配り。わかりだ。これだよ。いや、目配りね。目配り。目配り昔からある。そうなの。ところは昔から実は気配りが効く人間ですよ。うん。でね、意外と細かい。ない、細かいとか言うなよ。なんだよ。人間もうおおらかっていうよ、なんか。うん、いや、細かいって言うとなんかさ、いろんなとこに、なんか、あれ、そうだね。ちま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 って思われちゃうでしょ。うん。そうじゃないから。何や。おおらかなんだよ、俺は。おおらかだっけ。おおらかなの。いや、結構繊細だと思う。俺、近所だ。近所だって、おおらかさんって呼ばれてるよ、俺。嘘つけ、お前、誰も呼んでない。名字、おおらかさんにしようかなと思ってんだよ。ほんと、お若いもおおらかって、おおらか家っていう。オーラだけっていうのにしようかなと思ってくれ。ジョージ。なんかさ、じゃあさ、父さんと久しぶりに会うとさ、こういう話で弾んじゃうじゃん。あとさ、あとさ、下北に住んでもいないのに、何下北に遊び行ったなんて言ってた。久しぶりに。バカじゃねえの？なんで行ったの？線路の上のあそこはどうなんだとか。気にする必要ねえじゃん。気になるってよ。あのメンマ屋はどこだって。それ、エクオで話すような話じゃないんだよ。覚えてない？何？メンマ屋さん。覚えてない。覚えてない？まあ、あったね。渡ったとこにあった。メンマの匂いしてたじゃん、ずっと。なんでそのメンマ、メンマ屋さんを覚えてるっていうか。だってあそこの前撮るとメンマの匂いがしてたんだもん。でもね、メンマは中国最大のヒットだな。また話が変わってくるね。大好きだよメンマは。好きなの？大好きだよ。絶対ラーメン。相手は竹だぜ。だよね、ほっといたら硬くなっちゃうんだよ。そりゃそうだよな。昔なんか番組で竹を煮てみたんだよ。メンマになった。ちゃんとした竹を。無理。一回硬くなっちゃうと、圧力鍋で煮てもダメみたいよ。圧力鍋でなんとかいけんじゃねえのかなって。圧力鍋で行ったんだ。圧力鍋で何時間も行ってもダメ。ガッチガチ。じゃあ全然ダメだ。竹はすごいね。あ、第二の鉄だねあれ。FM ですよ。FM でこのメンマから竹の話。竹がそんだけ強いんだから、あれでいいんじゃないの？宇宙の中行ってるロケット竹作りで。意外とみんなびっくりするぜ。世界が。いいとこ行ったんだ。竹で作った。すごい。なっていう。あ、言えるね。ね。それはさ、あれに近いよ。竹取物語。あ、そうだ。それは。そのなんか陰も踏んでさ、そうだよ、竹で行こうぜ、竹で、やっぱりそうだよ、行こう、やりもしないでさ、竹はダメだなんて言うやつが出てくるんだろ。でも悪があんだよ竹は。いやいや、悪は別にいいじゃん。いやいや、悪が出ると多分ね、宇宙飛行士に影響すると思うよ。あ、宇宙飛行士って言ってるけど、あの悪は、あ、宇宙飛行士って言ってるけど、名古屋ぐらいじゃん。
東京から距離距離あ距離ね縦にそう数百とかだったらさ地球儀が30センチぐらいだったらさ、うん、3、4ミリのとこだよそうそう俺もそれ感じてた、ね、3、4ミリぐらいのとこでさ宇宙広角レンズで撮ってるから地球がそう丸く見えるけど、ね、あれ平らなカメラで撮ったら大したことないようんだと思うだって玄関先に出て家振り返って旅行したなみたいな話だねそんなじゃないと思うそうだよまだ靴履いてねえぐらいだよそんな玄関先で振り返って随分旅に来たねっていうそんなおかしいだろ青かったとか言ったんだろそんなおかしいだろこっから名古屋行くの縦だろそうだから家で考えてみてよ朝起きてベッドから茶の間行くぐらいの話で、まあ、家として見たらねまだ靴も履いちゃいないよそうだね確かにそういうことなんだ家に例えたらだよ家に例えたらいろんなことが面白くなるの、うん、あの気象庁って国家予算がね、うん、600億ぐらいなんだよ600億、うん、ね、うん、それでロケット飛ばせると補正予算でまた何億出せなんて言ってんだよ、うん、ふざけたこと言ってんだよ、うん、600億を使って天気予報なんかいらねえんだろ、うん、どうなんだこれ確かにね確かにねいろんなものを調べてるます調べてますけど調べてるし後からああだったこうだったばっかりなんだよああそうか今年情けないけど、情けないけど、ね、忘れたとかね。うん、だとすれば、だから最近天気予報面白いもんな。うん、でっかい地震の時にはさ、うん、あのすごいなんか晴れるでしょみたいなこと言っててさ、うん、ちっちゃい地震だとさ、ここ雨降りますってさ、どっちが当たるそら。そらそうだな。それどっちから両方言っちゃダメだよ。なんだルーレットで赤と黒に両方かけてたみたいな感じだよ。そらそうだ。うん。で、ゼロが出て両方取れてんだよ。だからそういう話じゃなくて FM だってはところ FM なんだよ気象庁でさ釣りがいけないいや600億のね言ったけどさっきの話は何家に例えるだから600億を家に例えると、うん、例えばね、うん、お父さんが給料30万持ってきますよ、うん、まあ年収600万でいいやろ、うんうん、だから、うん、それに、うん、30万の給料の中から、うん、5、6万天気予報に使うかって話だようん、使わないだろそんな割合じゃないでしょ国家予算から言ったらまあね、うん、だけど1万円も使われたくないだろ、うん、まあね明日の天気とかね、うん、でも知りたい時はあるよ何が、うん、ツアーの帰りとか台風だからね人間は悪い方にしか取らないんでそういう生き物なの、うん、30% 雨が降りますよここが確率ですよって言うと、うん、あ降るなって思っちゃうだろ、うん、バカ野郎7割晴れんだからうんそういうことだろ それはね、そっちを取らないんだよ。そういうね、ポジティブな考え方の人ばっかりじゃないんだよ。自分が全部マイナスに考えてないじゃの、うん。だから、試験なんかでも、うん、ここは3割しか受かりませんって言ったら、受からないなってなっちゃうんだよ。こんなところでもね、皆さん聞いてくださいよ。こうやってね、ポジティブに考えてるけど、実はね、人前に出るときね、これ言ったらこう、あの、これ言ったら外したらいけないから、こっちに考え、こっちを言おうとか。当たり前だよ。めっちゃ細かい。全部計算づくだよ。怖いね、自分が。本当だ。本当だよ、だって。どこまで本当か分かんないだろ、みんな。忘れてた、吉永小百合です。吉永さん、ニューアルバムが出てそうでございました。その話に来たの？いや、それはだから。あんた、MC 下手だもん。下手じゃないよ。MC がさ、なんかさ、俺を掘り下げようとしないんだもん。違うんだよ、だからね。あれ、アルバムのプロモーションとかつまんないじゃん。何や。このアルバムの、じゃあ、あれ、キャッチフレーズは何ですかとかさ、うん、どういうコンセプトそういうのって聞いてよ。いいの？そういうの聞いてもらったら、俺は明確に答えてくれるの。当たり前だよ。本当だよ。じゃあ、このジャムクラッカーレコードは、うん、あの今回ね、うん、このアルバムからでしょ、うん、自分のレーベルを立ち上げたと、うんうん。これどういうところからですか？なんとなく。でしょ、うん、そうさ、でしょなんとなくでしょその700円ってのは何なんですか？なんとなく。違うんだよ、これね。700円でアルバムを。うん。なんでこんな値段にしたの？もう次にそれ真似できないでしょ、誰も。うん、多分できないできないよ、うん、アルバムを700円で売るなんてことは誰もできないよいや俺らは、ね、考えたことあるの加藤和彦さんと、ね、200円でアルバムできないかって、うん、だけど、うん、それは、うん、ところみたいにこう14曲とか15曲じゃなくて、うん、2人でね、うん、アコギだけをずっと、うん、あそれならできるよずっと70何分間、うん、CD に入るだけやって、うん、だったら制作費かかんないから、うん、200円でできるんじゃないかっていう話をした、うん、だからそうかなと思ったわけ最初、うん、ところがギター1本で、うんうんうん、だそう思うでしょ700円だからギター1本で何かやってんのかなと思うでしょ。ったら違うの。すごいんだよ。あれんだよ。音がめっちゃいいんだよ。そう。歌はともかく。綺麗。それはでも正解。私もね、これね、なんか40年近くやってきて思った。うん、俺はね、ソングライターって言って、まあ、うん、シンガーソングライターと思ってるけど、うんうん、シンガーじゃないなってことは分かった。やっと。うん。これね、人が歌った方がいいわとか、うちの神様が思うとしてたのは、メロはいいんだけどな、なんて言うんだよ。普通、ふざけんな、これやろ、と思いますけどね。いや、詞はいいよ。今回700円でなんで出したかっていうと、うん、まあ、これだって700円だって、ちょっと利益なんだよ、うん。あんの？ほんの薄く。だから、5000万枚も売れりゃ、
車の、ね、車の2台も買えるわ。5000万枚。いつも所が言ってますよ。ね、あの日本のお父さんにしたいタレントナンバーワン。うん、なだから CD 娘だったら CD 買えよって言うとな、何千万も売れるもんな。そういうことなのね。そうだよ。今聞いてるよ、娘が。それでね、このななまあ、5000万枚も売れりゃちょっとは利益上がるんだけど、けどそれでも驚いたのは、この消費税が56円つくじゃん。うん、消費税持ってくね。でかいね。まあこれでね利益がね私にね300円と400円あんだったらそれで56円も払う気するけど、うん、俺より持ってくなよと思うよ。俺より本当に消費税のがでかいの当たり前だよ。利益薄すぎんじゃないか。だってあ八百屋さんで言ったらさ、八百屋さんで言ったらもうキュウリも2本余計につけるからそれに消費税つれみたいな話だよ。ああこれサービス品なんだからさ、800円にすればよかったんだ。えカチ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 にやんなよな。見逃せよ。見て見ぬふりしろよ。できないんだよ。そこでいいよ、それ。いい、いい。影でやっててな。ダメなんだってこと。だからね、ダメな国になっちゃうんだよ。そうなんか。おおらかさがねえよ。ところみたいに。うん。いいよ、さ、いいよ。今見てないからやっちゃって、それ。とかって。これでいいんだよ。ね、まあ、700円だからね、そんなに取る必要ないなと。そういうとこもあるかもしれないけど、あの信用が置けないからちゃんと明確にやってくださいよってのは普通になっちゃってんじゃん、うん、何でもガラス張りにやってくださいよって、うんうん、ね、うん、ガラス張りね、ガラス張りなんかいいのしなくて、そうなの、隠してがいいんだよ、その代わりやることやんなきゃだよ、うん、もちろんね、信用がちゃんとあっての上でね、あ、うんうんうん、あっての上で、で、まあ、まあ君に話すことじゃないからでいいんだよ、うん、なるほど、それの方が安心してられるわ、うん、何もかも言っちゃダメよ、うん、だってお腹がさ、なんか事故でぶつかって、うん、ひどい傷の時に、うん、傷は深いぞがっかりしろって言わねえだろそりゃそうだよな、嘘つくだろ、傷は浅いぞ大丈夫だよって言うじゃん、大丈夫だよ、今すぐ救急車来るからって言うじゃん、うん、じゃあそういうことなんだよ。なるほどね。そういうのが安心するわけ。でもしかしたら安心してドキドキしないからショックも柔らかくなって、うん、もしかしたら助かる可能性も増えるってことだよ。希望が持てるからね。そういうことなの。なるほど。希望の持てる国にしろってこと。世の中そういうふうに上に立つ人間が立候補しろよ、立候補。ジャッジしてよって。立候補。ダメ。出ちゃえよ。それは無理なの。俺応援に行くから。無理なの。応援演説。だって。私一人が本気で言ってんの、そのこと。私一人が出て受かったところで何にも変わんないもん。そうなん。あ、本当諦めちゃいけないんだよ、そういうことは。うん、そうね。どれ忙しいから、うん、その分君やんなさい。俺はいいよ。それは全部原稿書くから。原稿書く？うん、坂部全部言うがかり。国会とかで。うん、俺は全部原稿書くから。いい、いい、無理無理。あ、国会もさ、ヤジが来たらさ、うん、止めりゃいいのよね、自分で。あ、自分で、ね。今そういうふうに言ったけどさ、うん、そこの話しちゃえばいいのよね。うん、やんないね。ねえ、ヤジはそのままスルーしてるけど、そう言えばいいのね、うん、じゃあその代替の案は君はどう思ってんだねっていうね、言えばいいのよ、普通の会話みたいに、代替の案がないんだから言うんじゃないよ、うん、お前はって諭、うん、してあげない、でも原稿通り進んじゃうからそうなっちゃうんでしょ、そこで、そこで答えちゃうと、それも原稿答えちゃうとまた、うん、ほら他の方向行っちゃうからね、うん、言いたくないことまで喋っちゃうとまずい、だから俺は原稿書いてあげるから、うん、さ、こうちゃんとやればいいじゃん、やだよ、なんだよ、恥ずかしいじゃん、こうちゃんでね、坂崎幸之助で出るとつまんないから、やっぱ坂崎幸之鳥で。また。ケンケン。坂崎幸之鳥でございます。ケンケン。世田谷から出向する。ケンケン。とか言って。世田谷もさ、うん、知らないうちに世田谷ナンバーなんか。そうだよ。そうだよ。お前びっくりしちゃったもん。10月から日当もねえなー。これどうする？本当。今度買う車世田谷ナンバーでちゃうんだよ。いいじゃん、買わなきゃ、どこも。もう20代持ってんだから。品川に引っ越そうかなと思っちゃうよ。あ、品川ナンバーね。本当に。あれは、ね、あなんかさ、世田谷ナンバーになった時にさ、うん、なんか田舎者くせじゃん。世田谷だぜ、なんて、うん、わざわざナンバーにすんの。でも世田谷ベースだからいいな。田舎くせやもうやめ、だからやめくなっちゃったもん。世田谷ベースの名前は。名前変えた方がいいじゃん。やめてよとか思わないなんか。確かに。あとね、村と村がくっついちゃってさ、市になってんじゃん。どん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 そうやって、いろんな役職が減って、桜井とか秩父、もう少なくしてるわけよ。荒川村がね。ね、うん。役人が少なくなって、うん、まあ、その、無駄遣いがなくなってくるじゃん。だそれと同じように、うん、こんなちっちゃな国なのに、品川だ、世田谷だってナンバーを新しく出してるのはおかしいわ。うんうんまとめて東京にしろって話だよ。それいいな、それな。そうだろ ?23区とか全部奥多摩まで全部入れて、東京ってナンバーでいいじゃねえかよ。東京ナンバーね。そんなのは、さっぱりするわ。そりゃそうだな。そんなこと言ったら関東ってナンバーにしろよ。だったら日本にしろよ。じゃあいらねえじゃん。いらねえだろ。じゃあ肩書きいらねえだろ。出だしいらねえだろ。世田谷ナンバーになっちゃったのでも。なっちゃったみたいよ。本当に？ああ、なんだろうな、もう。まだなるんだよね、なんかね。まだなの。選べるの？あ、選べんの？嘘。お、まだ選べんの？やっと。もう。やっと。好きな品川か世田谷かってこと。
へえ。だったらいいじゃん。じゃあいいじゃん。だったしな。あ、全然問題ないよ。あれじゃあさ、墨田区の場合は墨田区ナンバーになっちゃう。墨田区は墨田区なんじゃないの？知らないよ。それは違うの？あ、それは違うんじゃん。それは品川なんじゃないの？あ、いくつか分け方があるわけ。うん。なるほど。世田谷立候補者ってそういう風になっちゃう。え、なんで CD の話がこういう話になっちゃうんだろうな。ね、どっから MC が下手なんだよ。だどっから言ったわけさ。どっから言ったの？ね、その、なんでナンバーの話になっちゃったのよ。さあ、700円だよ。700円だよ。消費税の話だ。そう。よく戻ったね、でも。これね、大失敗だよ、これ700円。でしょ？ 1000 円ぐらいにしときゃよかったのに。え？相談してくれよかったのに。初めはね、500円にしようと思ったんだよ。ワンコイン？ワンコインがいいかなと思ってたんだよ。良くないと思うよ。え？良くないと思う。あと、さすがに。あのね、新しいアプローチはいつもしたいんですよ。うんうん、でこの間の CD、これの前の CD のコケコッポなんかは、うん、違うレーベルのレコード会社の人に勝手に歌ってもらって名前出さないで、デタラメなことやるじゃん。ああいうアプローチをいつも何がしたいの。うんうん、今回は700円っていうバカな値段設定と、うん、あとは歌詞カードがあるじゃん、うん、あの歌詞カードに QR コードってつけて、うん、で YouTube でアップすると、うん、YouTube の方では私が一人でやってるっていう。あ、一人でやってんだ。 YouTube の方は私一人で。あ、そういうことなの。え、見たことない。それ見たことない。あ、え、こうちゃんダメだな。全曲、ほとんど全曲。え、歌詞はそこに出てるわけ。出てこ、あ、出てる出てる。あ、出てんな、うん、そうでね、なんか歌詞カード買っても、うん、QR コードで YouTube も出るから、うん、面白いよ。でね、 YouTube ね、あ、私あれですよ。すごいね、でもところ。タレントで YouTube 出してんの俺だけだと思う。自ら。あ、自分からね。そうそうそう。アップして。うん。30本ぐらいアップしてる、今。あ、そう。知らないの？知らなかったよ。こうちゃん、ダメだなぁ。MC としては勉強不足。世田谷一郎っていう名前で出てるから。なんでだよ。え、そういうのが面白いじゃん。仮の名前だよ、仮の名前。世田谷入ってんじゃん、そこにも。面白いだろ。世田谷入れんだよ。そこは入れてもいいんだよ。世田谷ナンバーに世田谷って書くんじゃねえよって話だよ。世田谷一郎が世田谷ナンバー乗ってるって。ダサいよ、だから。かっこ悪いよ。ベースから。かっこ悪いんだよ。そうやって。世田谷一郎とか世田谷ベースって言ってんのは知れてんだけど、世田谷ナンバーを背負った時点で、うん、ダメなの？ダメだよな。ダメ。もうかっこ悪いんだよ。世田谷一郎。意外と使ってんですよ、だから。すごいね、うん、そのが一郎で。いや、でもさ、それすごいな。今日、帰ったら、YouTube で、世田谷一郎で、30本ぐらいアップしてから、もう全部見なさいよ。ギター1本で。ほとんど。ギター1本、ギター1本っていうか、ほとんどエレキギター。あ、エレキで？うん。あ、ほんと？そう。で、各曲の、じゃあそれを素で歌ってるわけ？素で歌ってる。で、今回の CD の、あの、リフがあるじゃん。出てんじゃん。いろいろと曲によって。リフがあって。うん、あれ、リフはね、俺が書くんだろ。本当に？そう。そうなのよ。だから、そうなの？その、何、YouTube 見れば、うん、そのリフをやって、そのデモテープにして、うん、アレンジに出るんで。なるほど。な、うん。アレンジだって大谷コートがやってるよ。あの人ね、ね、変わったことをやろうとする人間なんですよ。うん、だから面白い。面白いよ。うん。だから、今回も、いや、行き過ぎちゃうんじゃないかなっていうのは、うんうん、もう一方の方にやってもらってっていう。もう一方は、岩瀬さん、うん。そうそうそう。これは便利屋なの。あ、そうなの。うちの近所だから。そういう意味？うちの近所で。なんか買ってこいって買ってくるとかって。あ、普段あの、小袋なんかで一緒にやってるの。あ、そうなの。そうなの、そうなの。すごいミュージシャンだよ。で、便利屋なの、便利屋なの。井上彰さんも近くじゃなかった？あ、じゃないかな。近いよ、確か。うん。たまに昔のアルバム聞いて、うん、井上彰さんのアレンジを聞くと、うん、かっこいいね。この間僕の犬かけたんだけどさ。うん。かっこいいよ。めっちゃかっこよかったよ。ライブの方もかけたんだけど、かっこいいよ。ライブの時ところ終わった後、かっこいいって言ってたもん、自分でだろ。だからね、ボーカルが私じゃなきゃいいんだよね。俺グループでやればよかったよ。巻きが来てるし、CM アルミでやればよかったよ。CM 行っとく？で、その後曲かけようよ。ね、何その段取りがデタラメなの。事前にやりなさいよ。よく言うよ。ああ、もうスムーズさがないで、本当に。よく言うよ。Act 5, K's Transmission. June 25th, 埼玉新都心にあのツールドフランスがやってくる。世界のトップレーサーたちが集う2014ツールドフランス埼玉クリテリウムプレゼンテッドバイベルーナ。家族で楽しめるイベントも盛りだくさんです。埼玉市で世界レベルの戦いを見逃すな。携帯買いたいんだけど、ピピットってどこにあるの？ピピットはトヨタのショールーム。だから車も携帯もお任せなの。あ、それは便利だー。
au 携帯は埼玉県トヨタグループの携帯ショップピピットへ。矢沢陽子です。毎週日曜夜10時半からお送りしているジーンロックバイ陽子矢沢。10月のメールテーマは私の遅刻エピソード。初デートに遅刻して1日気まずいムードでしたとか、遅刻常習犯の友達に最大6時間待たされたなど、あなたの遅刻エピソードを教えてください。もうかっこいいです。当たり前だよ。今回はもうお金かかってますからね。いいな、かっこいいよ。今俺のアルバム持ってる人もびっくりするわ。どこに入ってんだこれ。いや、ところが今日持ってきてくれたんだアルバムな。このアルバムどこに入ってんだよこれ。何曲目だ。買ったのにな。ボーナストラック普通してんのかなこれ。15曲目やってるな。そこだってさ、声全然違うじゃん。だからこれチネルを分かってくるくらい。なんだよそれ。なんだよ。なんよ。いや、557188が解散して、それでボーカルのゆうちゃんって子がこうチネルを分かってやってるんですよ。チネルを分かってバンドなの。そう。それでこのあのね。その理解者って少ないと思うのこの手の音楽は。確かに私の曲も含めて含めてね。私は多分唯一の理解者だと思ってる。でも FM ではかかんないしな。かかんないと思うね。だから、うん、かけてみようかなと思ってこれジャムクラッカーレコードから出てるわけじゃん。違う私の CD からかけるべきなんだけど、うん、この展開の方がリスナーががっかりするかなと思ってる。じゃあ聞いてみようか。聞くの大若で連れ連れに。はい、はい、ところのアルバムじゃないんだ。でもなんかあのテイスト好きなんですよ。いや好きは分かんないですさ、うん、このところが来るんでこの番組の曲も入ってるよと思っていただける。あ、確かにアレンジとか似てるのある。でしょ、こんな感じ、ね、でもところがリフ考えてるね。あれそうすげえじゃん。何が、なんで。いや才能あるね。あるでしょ。あるね。あるのよこれ。だから YouTube 見なさいよ。YouTube 見るけどさ。君ダメだよ。もう YouTube 1年もやってんだから。分かった。うん。でもさ、このと、うん、今今日さ、こっちゃになって、ところのアルバムの話をしようとしてる。チーフの。チーフの方はかね。まあかかってんのはね。ところのアルバムは、音が、あのめちゃいい、あのいいでしょ、バンドの音が。あと、良すぎ。あと、ところの歌に合わない。ねね。クラシックのアルバムに。特に感じしない。曲調が全部バラバラじゃん、うん、統一感が全くないじゃん。ないない。こんな統一感のないアルバムないでしょ、うん、大概バンドとかグループってなんかこう一個にまとまってくるでしょ。コンセプトはこんだけバラバラのすごいでしょ。ないと思うよ。ない、うん、もうすごいなと思う、まあ、これやっぱところジョージの世界だと思うんだけど。いいこと言ってくれんね。いいこと言ってくれんね。プロモーションになってる。もうね、なってるのいいんだけど。理解者こうちゃんだけ。でもかかってる曲が違うんだ。だからチリリの和歌の理解者は私だけで私の理解者はあなただけ。ぐるぐる回ってるよ。でも売り切れとか書いてあってな。これね、これだってなんでこれ、あのレコード店に置けないから、うん、レコード店は買うには買うにはアマゾンか、うん、そのうちあのツタヤとかにも置く。今のところツタヤにはね、また面白い展開で、うん、違うグッズと一緒に売ろうかなと思って。グッズつけて。つけて。それ特別バージョン。特別バージョン。いや値段もそれに合わせる。ちょっと足して。でも元から値上げんだから安いわけ。まあそれはそれつけてもね。だからその辺でしか買えないんで。うん、もしくはうちにちょっと興味のある、うん、あの飲み屋さんだったり、そういうところしか置いてないから。飲み屋さん。まあ今マイナーだから今。私は。学生が自主出版で出してるんじゃない。近いから私ね。うん。だから、あ、でも、あの、今こう、何在庫ありませんよって言われても慌てて買う必要ない。ネットなんかで、うん、だから出すからまだまだ、うん、ずっとこれ限定じゃないから。あ、そうなんだ。ずっと700円出すんで廃盤にはならない。やがて皆さんの手元に700円届きますから。だって俺700円で俺が売ってて儲けがねえって言ってるのにこれをネットで回してるやつがいるわけだよ。だから買ったものだから回し結構ですけど、あの、高くなってるってこと？両親が痛まねえのかなと思ってね、うん、俺は700円で届けたいのに、また買う方も買う方で買うなよ。欲しいんだろ今。756円でやがて買えるから、待てよ。最近の子はね、辛抱強くないよ。金で片付けようとかね。いかんいかんいかん。待ち遠しいとかね、やっと手に入った。うん、これが楽しいことなんで、喜びが。一層ってことだよ、うん、いつ頃でもそれ何、ね、あのまた第2弾は第2弾とか第2弾はね、はい、まあ、今回2枚出したじゃないですか、うん、来年また出しますよ。それは第3弾ってこと。第3弾、第3弾はね4曲入り7000円ぐらい出す。
いいね。当たり前じゃん。振り幅が。いつも700円だと思うなよみたいな。ね、今度4曲で7点だ。ゼロが1個多いって知らねえで。でこの1、2はもうこれで終わり、うん、出ないの。もっともっと、まあ、いい本で言うと増刷したりとかするの。あ、これもう出る。まだまだ出る。まだ増刷する。するよ。するのね。だから安心して待って出そう。それはじゃあもうすぐってこと。だって目標5000万枚なんだから。でしょ？そうだよ。5000万枚達するまで作り続けるってことだね。ただ、北さんがチビチビ吸ってる。うん、北さんが吸ってる。北さんがチビチビしか吸わないのよ。北さんも吸ってる。なんか、うん、在庫残ったらどうしようかなと。俺を信用してないよね。俺は信用してない。1万枚ぐらいボンと言いましょうよ。いやいや、そんなんじゃないよ。10万枚つったっていいんだよ。まずよ。出んだから。イニシャル。何や。イニシャル、ね。10万枚出て、うん、2万枚しか売れなかったら俺8万枚捨てるから大丈夫だよ。それに。不法投棄。ダメだって。話題になっちゃうんだろ、それ。なんだこれは。捨ててありました、大量に。うん。うん、1と2は、うん、1と2のその、なんていうの、区別あるわけ。1はこんな感じ、2はこんな感じ。ないないの、たまたまないだって、曲はこれどの順番で入れてもダメだって順番あんまりないなみたいな。なんかさ、うん、ブラスとか入ってんじゃん。そうですよ。あれは何、ブラス、生ブラス、当たり前だろ。いや生じゃない、口でブラスやらないとプッ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 プ。俺はラッパのマークじゃねえんだから。ラッパはセロガンじゃないんだ。プッ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 プ何よ、その口パスじゃねえよ。このキーボードでサンプリングでやってんじゃない。違うじゃん、ラッパ、ラッパ、生ラッパでやってる。ラッパ屋さんが来んだよ、ラッパ屋さんが。やってんだ。当たり前でしょ。いや生っぽいなと思ったんだけど。あと外国のラッパ屋さんも来んだよ、中南米の人なんかも来んの。どこに。中南米の人が来て下手くそにバットと吹いてもらった。あ、それね、前のアルバムだ、一個前だ。あ、でもどこの、え、それスタジオに来てやるわけでしょ。そうだよ。今回めちゃくちゃラッパかっこいいの入ってんじゃない。かっこいいよ。パパパパパって言ってたぞ、うん、すっげえ、これブラッ BST ブラッドスウェットアンティアーズかシカゴかみたいな。かっこいいでしょ。いきなりなんかあるじゃん、なに、その国際発行してどうのとかさ、あの急にマイナーな展開になったりとか。マイナーな展開って歌詞がさ、あ、何よ。いきなり何か株価がどんとか国際発行して、あれ面白いでしょ。あれ途中にさ、ロシア民謡みたいなやつやタタ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 タ。イントロのブラスは何だったのよ。じゃああのね、うん、かっこよく出て、うん、そのまあフォークソング的なのを歌って、で途中にだんだんだロシア民謡を入れたかっただけなんで。やめてよ。何混乱させんのやめてくれる。だって YouTube なんかロシア民謡の、あ、かかんところロシア人が踊ってるよ YouTube で。本当すごいよ。これはね、払いたくなるよ、見てて。そう、見てて払いたくなるよ。やめてよ本当に。本当に、うん、あとね、あの松田翔太君と、うん、あのスイカを日本刀で切ってるのもあるから、うん、見なさいよ、歌だけじゃないんだから。分かった、それ楽しみじゃん。意外やお金かけて作ってるよ、ね、相当かかってるな、それ。かかってる、見てください。一旦お知らせ、はい、でこの後でところの曲聴きます。はいはい、はい、これでしょ。これいいね。当たり前ですよ、大人だからね。これでもアルバム買ったやつはさ、うん、まあ、あれこんな曲入ってたかな。どこだ、聞き残してんから俺ら。15曲目だってのボーナストラックかな。あ、間所さんとか2分ぐらい当てて最後で入れてんだなと思ってんじゃないの。多分そうだと思う。だって聞き逃すんじゃないよ。17曲、16曲目かも。ブルースだよ。ああ、ライブだから、ライブバージョンだから。ライブバージョンなの、うん、ここ、ライブハウスとかやったことないけど、ライブバージョンだもん。おいよ、かっこいいね。もう、まあ、声変わったね。声変わったね。これ、まあ、当たり前ブルースだときは帰るもん、俺。全然違うよ。全然違うじゃん。これはね、和久井浩司君ですね。誰だよ。和久井浩司君のね、アルバムのね、メイフィステネシーブルースって。自分のかけてよ。だから、メイフィスブルース？私の理解者は、浩司君だけだけど、彼の理解者も俺だけかもしれないし。世の中順番って、ま、今日のテーマは、うん、世の中順売りに巡るよっていう話だよ、はいはいはい、ね、巡り巡って私が来て、ああ私が来て、私のアルバムはこうですよ、うん、で私の曲を聴いてください、うん、こんな田舎臭いことできないだろ。田舎臭いことね、ね、マジでここは埼玉なんだ。そうだよ、そういうことだよ。ここ金座だよ。そうなんだけどさ、だから、なるほど、まあ、もう江戸っ子だから。センスのいいこと。江戸っ子じゃねえってところだから、大玉なまりがあるんだから。でもかっこよくない歌い方が、かっこいいよ、ドゥーンって伸びるとことかね、ちょっとかっこいいなと思って。この人ブルースの人は全体にはね、なんか途中で話し出したようなのもあったら、なんかブルース、まあブルースっていうのは作り
フォークソングとかブルースが入るんじゃない、ね、俺と。ちょっと気になったんだけどさ、ないあのところが CD 持って入れてきた、うん、そのカゴ、うん、何それってところのやつなの。そこでもいいんだよ、世田谷ベースのやつ。そう、市場とか俺、市場とか俺なんでスケジュールしか見ないだろバーガー、間口が広くて出しやすいんだよ、いろんなものが。盗まれやすいじゃんよ。持ってりゃいいだろ、バカかお前は。持ってないけど、そうやってね、なんかどっかに置いといても、その安全神話だ、日本の安全神話。ふたしとけよ。だから持っててもいいだろ、両手がこっついてるよ。取らないでって言えばいいじゃん、麦わら細工みたいな。何も取らないでって言えばいいじゃん。何なのこれ、でかすぎるよ口が。まあいいじゃん、これは取りやすいんだって。取りやすいよ、でもそれはわかるよ。で、田舎臭くないか、でも。何や、田舎臭いだろ。あと今日トコさんの曲入りませんね、これでなんですけど、もともと2曲しか書けないやつ。違うよ、まだ若い子ちゃんかかってんの。もう絞っちゃっていいよ何じゃまでかけてんのよ。これトコさん、これイヤホン、あ、いい、耳がなんか痒くなるから、いいよ。痒くなるのね。何人がこのイヤホンしたんだよ、若い子ちゃんかかってる。何人がこのイヤホンしたか。新品で蓋開けてないのだったらまだ開けて使うけど。トウモロコシとか似合うよね。何や、トウモロコシ入れたら。こんなの使ってるの知らないの、知らないの。何や、ねえ、これ使ってること。ところがびっくりするよ、ほんと。何年前から使ってるのさ。あと今私ね、いろんなもの磨く呪縛にとらわれちゃってて。磨いてんでしょ。磨いてんだよ、片っ端から、うん、これやめられないんだよ、うん、なんか次の刺激がないと。歌作ってる時は歌ばっかりやったから、うん、あ、今落ちちゃったから、落ちちゃったから磨きに入っちゃったんだよ。磨き子は何やってんの。何や、磨き子。いや、磨き子とかそういう問題じゃないの。じゃないの、じゃないの、うん、あれね、あ、まあ番手で言えば1600番ぐらいのスポンジのヤスリなんだけど、俺がもう磨き粉使うぐらいの傷もつかない綺麗になるの。そこは時間かかるんだけど、一回物を剥離して、でそれを錆びさせて酸 で、 でその錆を磨いていくんだよ。そうすると なんともこう言えない、奥から染み込みの何かが出てくる感じが、こうスチームっぽくていいんだよ。一旦錆びたやつを。そうなんだよ。だ、手間かかるんだよこれ。誰だよ、でも真っ赤、手が真っ黒な吉永小百合です。で、真っ黒な人の手が。そうなの。もうで、体に悪いと思ったら、風呂入った時鼻かんだら体が真っ黒でさ。真っ黒で。それ肺にも入ってるって。入ってるね。絶対入ってる。昔スタッグって地下の角あんじゃん。うん、あれをグリップに作るんで、やってた子だったんだよ。で、あ、すごい飛んでんな粉塵があって、うん、でこれ、あ、でも鹿の角は漢方にもあるからな。でも鹿の角は飲むからね。確かに肺で吸うわけじゃないからな。あれも良くないと思うよ。だからね、肺はダメだろ。だマスクが大事。大事だよ、マスク。やってるマスク。しない、してないんだよ、忘れちゃう。ダメだってはと。頑丈だから、人間ドックでいいだから。それはすごい。人間ドック行ったんですよ、みんな。本当にね、俺もたまに行ってっけどさ。行ってんの。行ってるよ。あ、これだけツアーやってんだから。金持ちになったね。金持ちじゃないよ、昔。白いバンに乗ってるわ。白いバン、事務所の。白いバンに乗ってるぜ、驚いたよ。本当に。金持ちだな。人間ドックも行ってるよ。あ、一個さ。あの高見沢さんってギターたくさん持ってるじゃん。でも今さ、バンドでやってる時はさ、派手なのしか、あとみんなが派手なの求めちゃってるから。あ、でもたまにレスポールなの、あの昔のとか弾いてるよ。でしょ、うん、レスポールはまあ使ってるとして、うんうんうん、それ以外のオーソドックスなギターも持ってるんですよ、あいつ。持ってるよ。それは俺んとこに捨てちゃえよって。なるほど、言っといて。言っとくね。その前に俺んとこに捨てろって言っとく。何それ、そんな段階があるの。こうちゃんも持ってるギターいっぱい。でもエレキはあんまないよ、そんなには。あ、そうなんだ。あ、それでこのヤマハの昔のとか。そうそう、アコギは結構あるけど。で、なんか音色が良かったり。そうそうそう、っ買っちゃうんだ。買っちゃうね。おーいね。ない。どこだって持ってんじゃん、ギター結構。ない。そう。ほんと、吉田拓郎さんの。うん。だけ。吉田さんからいただいたギター。これさ、うん、吉田さんに本当にもう一回お礼に行かなきゃいけないよね。なんで？ね、ギターもらったから。もう十分してるじゃん。だけど、ところが曲あげるっつったじゃん。でいらないっていうか、って言われたじゃん。吉田さんはこの俺のアルバムとか、うちの歌に関しては、うん、歌じゃ、まあ、聞いたことないんだと思う。ないと思うよ。あね、興味がないと思う。お前、そういうこと言うなよ。ゲストに向かって。そういうこと言うな。じゃあ何、アルフィーの聞くの？聞かない。聞かないだろ。興味ないの。だ、吉田さんに聞いてもらいたいね、本当に。
吉田さん聞かないね。あ、今度さ、吉田さん捕まえて無理やり聞かせ帰ってるのどうなんだろう。ヘッドホンを閉まれてる。ガーって。この野郎高崎あとで覚えてろよなんて言いながらも。ゲータンだぞ。ごもんごもんね。ところならもう聞けって。聞けって。で、ちゃんと評価しろって。本当だよね。やりたいよね。だからほら、吉田さんは我々の憧れだったでしょ。そうですよ。ね、ですから、そのもう一度会って憧れの方からギターをもらったってことは本当は大変なことなんですよ。そうだよ。ただ私の場合は振り返ったりとか、うん、その立ち止まらないんで、うん、もう今日明日のことしか考えてないから、うん、もらったままでありがとうございます、うん、その時俺言うけど、うん、本当はもっと俺言わなきゃいけない人なの。もっと嬉しいんだよね。もっと嬉しいの。後々聞けば聞くほど、うん、にじみ湧いてくるわけで、嬉しさが、ね、今でも弾いてんのね。そうそう、うん、だって作ってるのは吉田さんので作ってるのだから、だからそれをお礼を言わなきゃなっていう。でもあの緑のギブソンあげたでしょ。いや違うの、これがまたいっぱい面白い話があって、お返しで、ね、1回あげたんだけど、うん、やっぱりあのギブソンを返してくんないかなと思ってなあ、トニーロペスモデル返してくんないかなってぐずって、うん、しょうがないから違うギブソンを買ってあげ、あのあこうやって返してくださいっつって、はい、でもこれじゃ申し訳ないんで、うん、もう一本同じギブソンが2本あるんで、はいはい、と交換してくださいって持ってったんだよ。バカな男だね。トニーロペスモデルを、でトニーロペスモデルをも戻してます。タクロさんに言ったのはトニーロペスじゃないんだ。とそんな違うギブソンのギターを2本持ってって、違うやつ、ね、それを取り戻す。タクロさんでもあの緑色が好きだって言ってたからね。やっぱりそうなんだ。やっぱりそうなのか。そうなんだ。そうなの、ま、おもちゃみたいな色だったからね。可愛い色だった。ギブソンにしてはちょっとね。そうで、うん、ギブソンにしてはそのなんつうの、糸巻きのところがフェンダーみたいな形になってる。ああそっか、そっか。だからそれはなんかフェンダー社からそのフェンダーのおかしいだろうって文句が来たね、ギブソンに。ところが、うん、そのフェンダー社も、うん、セミアコみたいなものを、ね、ギブソンの、うん、そのお箱に、うん、を取っちゃって、うん、あそうなの、うん、あスターキャスターっていうのを作ってた。スターキャスター、うん、4年ぐらい、うん、でそれはもうやっぱあの何ギブソンとなんか仲悪いんだなっていう日本が面白いんで、うんうん、両方持ってるの。あ両方持ってるの。そう、医学院年の両者の恥を持とうかなと思って。なるほど。あ両方持ってるの。両方持ってるの。あそう、面白いね、うん、それ。そうなんだよ。書くのが見せてきた。ああぼちぼちまだ大丈夫。何もうこれ帰り違い帰んない、まだ返さないよ。ところまだこれそころなの。あ、吉永さん、うん、そうなんだ。あのね、一旦ここでね、あの休憩が入ってから今度10時からになるんですよ。あだってさ、これたっぷり10時にするじゃん。だからはあの30秒で、うん、あの一旦お知らせ入るから、うん、後半戦もまたよろしくお願いします。うん、あとずっといるよね。トニーロペスモデルも持ってるわけ、まだ。そう、あるよ。あるんだ。うん、あれだ、それもだから YouTube で弾いてるから。そうだね。うん、2、1。なんだそのか。はい、今日は吉永小百合さんをお迎えして、こんにちは。埼玉タタタタタタ10時です。よく耳にしますね。です、所さん仕事から帰るときよく耳にします。所さんはこの番組のヘビーリスナーだそうです。当たり前ですよ。ゲストが来て盛り上がるのはいいんだけど、リスナー置いてきぼりにしちゃダメだよ、MC は。先週ああ、なんだか盛り上がってたらいいけどさ、ダメよ、そんな遊ばしちゃ。なんでこれリスナーがいるんですから、リスナーに向けて話してくださいよ。喜んでますよ。ここだけで笑っちゃって、もう、俺なんかいつもリスナー向けだよ。リスナーのことしか考えてないよ。あなたのことしか考えてない。あなたのことしか考えてない。誰だよ。いやリスナーで向け太田博美さん、だってみんなこれあれだから、もうあのラジオの前で正座して聞いちゃってんだから。正座して高崎さんのありがたいお話を今日もありがとうございますって聞いちゃってんだから当たり前だよ。だからもうそう意識しなきゃダメだよ。そうだね、今日は小朝さんをお迎えしてやってます。なんでだよ。誰だよ。なんでだよ。いっぱいメール来てんだけどさ、読む？読んでよ。わ、一般の人の、一般の人の話も聞きたいよ。一般の人の話。聞きたいよ。服部サッチンさんは、タバコの煙に対するトコさんのヘリクス、うん。うちの旦那も全く同じこと言ってました。違う、質が違うから、その旦那と。お宅の旦那とは質が違うからね。所さんの俺はソウルだろ、ソウル。所さんのヘリクス、ソウル大好きです。はい、という、所さん弾丸トーク最高です。じゃあ旦那のことは好きなんだな、きっと。ね。そう、愛してんだな。愛してる。どこがいいんだ、旦那の。何がいいんだよ。何がいいんだよ。ねえねえ、ところ一週間ぐらい飽きたな本当は。ねえ、その服部サッチンさんなんだけどさ、うん、寿司屋の EP を入手したんです、最近。バカじゃないの。であんな買っちゃダメだよ。ね、でこうちゃんの名前もちゃんと記載されてましたけども、うん、レコードから MP3 に、変換する際に、うん、ノイズを抑える処理をしたら、恐ろしいことにほぼ全部ノイズが面白い。面白い。ひどいね。昨今の機器はさ、性能がいい割にはさ、ダメじゃないよ。俺の雑音なのかよ、俺の。特に寿司屋は頭の。まあ、そこだけ。雑音なんだろ。そうだけどさ、すごいな。ひどいね。
ダメだよ。いや、機械は正直。ちょっとそれ面白いな。すごいな。全部雑音扱いかい。全部ノイズ扱い。がっかりだよ。やばい。だから、所の。よく俺はそれでデビューとかしてたな。所の作品はやっぱりあれだよ。だジャンルがないから作ったのもん、ジャムクラッカーレベルって。まあそうなの。だってジャンルないじゃん。環境音楽ぐらいじゃん。うんうん、え環境音楽。環境音楽じゃないだろう。だってロックでもないし。本人は何なん、まあ、何なんジャンルないんだよ、うちは。確かにそう、ね。やってるのはね。ないな。うん。だから、まあジャムクラッカーサウンドってことにしてくださいよ。なるほど。いいじゃないですかね。そういうのは。ただでも私と同じような人が出てこないと、こうジャムクラッカーサウンドってのは確認できないね。出ないね。で、ただね、ところと同じような、うん、同じようって、まあ変だけど、うん、同じちょっと香りのするバンドがいるのよ。嘘。それは俺は今ちょっと一押ししてる。本当？うん。井の頭地区音なんていうの。井の地区。本当に？井の地区。本当？まあところほどは、もちろん爆発してないけど。あ、コールサクないの？ダメよ、ビジョンちっちゃーくコールサクいかないと。いやでもなんでそんなに掘り下げんの？彼らのサウンドはね、面白いですよ。うん、あ、そう。あの中身もね、詞も面白い、うん。それはちょっとね、うん、好きなんですよ。コウちゃん、いろんなもの聞くよね。いろんな人と仲いいし。ところ誰が好きなの？誰は？今日言いなさい。ところジョージ。いや、そうじゃなくて。まあ、目の前にいるからね。私以外で。俺はところ好きですよ。誰が好きなんだ？言いなさい。ところ好きですよ。俺以外で。え、今？誰が好きなんだ？若者？若者も全部含めて難しいね。ミュージシャン全員の中で誰が好きなの？それはやっぱり、それは俺らがやっぱり子供っていうかね、うん、学生の頃聞いてたサウンドはやっぱり染み付いてるね、うん、だからこれは大まかな言い方じゃない。いや、これはだから、はい、あの、うん、好きで言うと、うん、その頃の音楽が一番好きですよ。その頃の音楽、まあ、サイモンとかファンクルとか、ビートルズとか、うん、吉田拓郎とか、うん、その辺を超えるものは今ないじゃん。なるほどね。ところはそうじゃないの。なんや今新しいのさっきのさ、うん、聞いてたじゃない、うん、もうだけど、うん、その学生時代に聞いてた音楽以上に超えるものないでしょ。ほんと高校生の時に聞いてた曲ばっか聞いてるわ。でしょ、うん、それやっぱしょうがないんじゃないか。そういうことなの。そうだよ。なんかこうちゃんに諭されるのは嫌なんだけど。なんで一応年上だからね。それ1歳でしょ。何田舎もやだな。田舎もんは1歳じゃなくて学年は一緒。あ、一緒なの。学年一緒じゃん。あ、そうなの。そうだよ。そんな学年とかね。なんでだよ。なんなのよそれ。学年一緒じゃん。やだな。だからね、世界平等だなんて言いながらね、なんか兄弟でも平等でもなんでもないんだよ。なん同学年。同学年。え、何が同学年です。同学年とか言わないの。なんで俺はもう幼稚園児だって同等だと思ってるよ。偉いね。こいつには勝てんだと思って。当たり前だろ、そんなもんに負けてどうすんだよ。よくわかんないけどさ。いや、所さんの。一般の人の話面白いね。そう。所さんの CD 買ったって人もいるよ、いっぱい。当たり前ですよ。小梅さんは YouTube 見てましたと。うん。見てみました。さらばスバルよ。うん。富士重工が面白い。さらばスバルよ、かっこ富士重工ね。はい。これが面白い。これはね、前のアルバムに入れようと思ったらね、富士重工からやめてって言われたんだよ。そりゃそうだ。頭しちゃったから YouTube にアップしてあげたよ。どうなんだよ、この。反骨精神。反骨精神なのかと。だから、藤井重工褒めてんだよ。あ、褒めてんの？藤井重工のレガシーを泣く泣く手放す人の歌だよ。なんか、レガシーが俺の手元を去ってしまうっていう歌なのに。レガシーが？そうだよ。わあ、またレガシー買い戻すぞって歌なんだよ。あ、そうなんだ。そうだよ。で、何？藤井重工。これは笑うよ。藤井重工嫌だって言ったの？うん、そう。これはね、こうちゃん大好き。あ、そう。あの、谷村新司と歌ってるから。だって何タイトルなんだっけ？さらばスバル。あ、さらばスバルでしょ。そうだよ。それはなかなかいい歌だよ。うん。だから。ノロロロロってやつ。そうそうやってるそうやってる。ノロロ。そう。いいね。うん。だからそれぜひ聞いてくださいよ。面白いですから。ね。坂崎さん、うん、谷村さんこんばんは。何？久しぶりの、坂崎さんと谷村さんのセッションとても楽しみです。だってもう谷村さんなんてどうね。だって谷村さんでしょ、今日ゲスト。谷村さん。さらばスバル。さらばスバル。生歌リクエスト。以前坂崎さんが司会してた BS の番組で所さんが、うん、谷村さんがゲストで来た時に歌ってた脇江の歌をお願いします。あ、これね、脇毛、だけ脇毛なんとかなんだ。俺知らないそれ。あれなんだ、忘れちゃったよ。もう私も忘れちゃいました。信じてはなってないもんね。ちゃんと歌詞書いてあるでも。確かに脇毛を寝っ転がって、こう、女の人がこう抜いてると、首が痛くなっちゃってって、そんな歌だよ、あなた。あ、ほんとだ。こんな人いるの？そう。脇毛寝っ転がって毛抜きで抜いて気持ち悪くなって頭を回す一本残らずむしり取るぞと毛抜き持つと決めてたの。これ CD になってないの？え、第3弾で入れてよ。じゃあジャムクラッカー入れないよ。脇毛、まあね、ジャムクラッカーは意外と真面目に作ってるから聞いたら分かるでしょ。分かるけどさ、真面目に作ってるから嫌なんだよ。
なんで？真面目すぎるじゃん、ちょっと。じゃあ一番前のコケコッコ聞いてよ。知ってるよ。あれはハーモニカで歌う、ハーモニカで歌なんか歌ってるやつなんかいないんだから。ハーモニカ吹きながら歌うんだよ。あの吸う時の苦しいこと、苦しいこと。意外とね、面白いアプローチしてんだからね。みんなニュースにしろよ。しないな。なあ、もうテレビ局全局ね、夕方のニュースでやれよ。なんと、ハーモニカを吹きながら歌ってます、この人は。なんて。そうだよな、世界面白い映像とかあるじゃんよ。そういうことじゃないよ。社会的なニュースとして今回も700円だなんて大変なことです、うん、これはなんてみんな取り上げないね。取り上げない、嫌いなんだよ。嫉妬してんじゃないの。あとね、ミュージシャンはね、私のこと嫉妬してると思うよ。ああ、いつをミュージシャンに入れるとミュージシャンの世界が全体が狂ってくるから入れるのやめようぜって言ってんだろみんな。ああ、でもね、それはちょっとあるかもしれないよ。そうだよ、心の頃羨ましいとか、うん、憧れてるやつ多いと思うよ、ミュージシャンで。ああやりたい、奥田民生もああやりたいな、こうやりたいなとか、そうそうそう、ああいうのいいな、ところみたいな生き方みたいな。生き方楽でいいな。音楽だよ、音楽。奥田君とはね、たまに病院が一緒なんですよ。あ、そうなん、うん、だからたまには鏡越しにあったりとか。僕らの歌をカバーするやつはそんなにないからね。いいな、奥田民生やったからね。やってたやつだ。お風呂の線をだよ。歌ってたもん。歌ってた。すごいですよ。あれね、今度ね、あの、また YouTube でそのうちアップするけど、うん、あの、あれ、生活の基礎っていう歌なんですよ。あれ、生活の基礎2っての出した、2ったから。まだどういうの、今度。え？今度エレキでやってるから。楽器はバシャーンとかないの？どんな真面目にちゃんと歌ってる。あ、そう。1個目は、あの、ドラムとだけ歌ってるけど。山木さんのドラムで。うん、うん、今度はギターでちゃんと。生活の基礎2っていうのは、あれから十何年経つとこんな変わるんだっていう。そうなんだ。で、前の基礎、あれ基礎で、前の基礎じゃなかったのかよっていう。そっちが基礎だろ、もともとみたいな。面白いじゃん。脇毛忘れちゃった。忘れちゃった。ね、何、うん、そうやってじゃあ自分がさ、ヤマハのギター持ってきたからさ、うん、ここでギターで2人でやろうなんてまとめ方はね、古、うん、いよ。別にやってもらうと思わない。俺何年と俺と付き合ってると思ってんだ。置いといたからって別にどこか。こうちゃんってさ、こうちゃんって本当にあれだよね。はい、ギターありで、ギター外すともうあれだろ。動かなくなっちゃうだろ。そうだよ、止まっちゃうの。あの、年取ったキャディさんのキャディバッグと、キャディカードと同じだろ。外すとちょっと動けませんみたいな。動けません。カードと一緒に動いてんだろ。うん。そうだよ。前にね、セブンツーってゴルフで行った時に、カメさんが打ったボールがロストボールだったんだよ。うん、ないですね、ないですねってキャディが騒いでんだよ。ね、なくなるボールじゃないんですってみんな探してるの。じゃあもうロストボール処理して、うん、ないってことで行きましょうって言って、うん、あのカート動かしたらカートで踏んでたの、このバカが。カートの下じゃねえかこれ。お前見なかったのかこれとか言って。面白い。はい、鈴鹿さん、所さんのニューアルバム、うん、ジャムクラッカー1と2買いました。えらい。価格に惹かれたのもあるんですが。なんだよそれ。ジャケットの子犬が可愛いですねと。うん、ロットワイラー。ロットワイラー。あの子は所さんのお宅の子ですか？そう。うちのケリーっていう、うん、ね、あの、黒い犬がいるんですよ、うんうんうん、でっかいメスが。うんうん、で、あれ、なんで名前がケリーかって言ったら、うん、ケリードッグだから、うん、ケリーバッグになんか因が似てんじゃん。うん、ケリードッグ。ケリーバッグ。うん、エルメスの。うん、なんじゃあケリードッグにしようって。なるほど。で、ケリーになったんですよ。ああ、で、これ、子供生まれるから、つんで、あの、10匹ぐらい出るのが多層数だから、音が、うんうん、ね、種類が。うん、だからしたら1匹しか生まなくて。うん、1匹か、お前は、と。出てみて。十何頭って約束の音があんじゃねえのなんて、うんうん。あの、だるまみたいなのがたくさん出てくんじゃねえのって。その写真撮りたいんだよ、俺だって。で、本当は今度十何頭のアルバムになるはずだったのは、1匹しか生まなかったんだよ。それであのジャケットになったわけ。お前は人間か、お前は、みたいな。1匹はねえよ、俺は。で、この間また妊娠したの。生まれると思ったら、だよ人間かってお前はヤモリじゃねえんだから、ね、お前はどういうことなんだよってね。そう2匹だよ今度ヤモリで、その1匹目がこの子なんだけど、うん、あ、そうなんだ。オスだったの、うん、だからケリーの子供でオスだから、うんうん、ケリオスって名前なんだよ。あ、かっこいいだろ。ケリオスね。もうあ、いい名前じゃん。中世の剣士みたいな、いい名前だね。このケリオスが1匹で生まれてきたから、わがままあ超わがまま。しかもロットワイラーは半年ぐらいからまあこうしつけするんだけど、半年まではいじめこうダメだってやるとちっちゃな子になっちゃうから、それまでは自由なんだよ。でも半年経つともう成犬に近くまででかいんだよ。本当にリトリバーぐらいでかいんだよ。そいつらが自由気ままに甘噛みしてに俺の腕は穴だらけだよ。本当だな。それそうなの。これ甘噛みだぜ。甘噛みでこんな穴開く。すごいね。すごいだろ。すごいね。すごいだろ。どうだろ。甘噛みでこんななんだ。そう。で、今、訓練入ってんだけど。うん。だって。うちの猫は甘噛みでこんなもんだもん。猫だろ。でも猫は売犬いっぱいいるからね。そうだね。あ、もう感染症で死ぬよ。
大丈夫だよ。今潜伏してる。大丈夫だよ。猫の悪い。人間ドック行ってる。猫の悪いやつが潜伏しててね。6年ぐらい。やめてくれよ、本当に。感染症になるよ。あくまで個人的な意見ですが、所さんの曲を聴くと感動するというよりも納得してしまいます。あ、なるほど。普段なんとなく受け流してしまうことを、そう言われればそうだね、考えなくちゃねと、近所のおじさんを立ち話しているような感覚になります、うん、私は神様を知っているで特にそう感じました。ああ、私は神様を知ってる。歌詞とは似合わないかっこいい曲調が好きですと。なるほど、ね、なるほど。正当な、正当、いいね。評論家になるね。評論家になれるの。彼に書いてもらいたいね。富澤一世の。もう書いてもらいたいね。書いてもらいたい、うん、彼女にね、うん。いいと思う。はい、うん、感動してよ、だから。誰？いや、だから感動とは言わずね、納得してしまいますよね。納得じゃなくてね。うん、いや、でもそういうのあるよ。所の歌は納得。うまいこと言ってんなとか、うん、確かにそうだねとかってのはあるな。神さんは、歌にするような詩じゃねえじゃんって言いますよ。うん、詩じゃないね、あんたのはねって。たんま言われたら確かにそうだよ。詩じゃないわな。まあでもそれがね、世界ですから。面白いね。他の人には書けないとこですかね。うん、所さんしか書けない。でももうね、新しいのは4、5曲できてますね。あ、そうなの。うん。だから次に出すのは早いですよ。うん。まあでも7000だけどね。また、あとさ、4曲。あとさ、これ700円って言ってんけど、うん、いいんだよ、3000置いてっても。そうなの？そうしたら。受け取らないと思うよ。何や。近所のだからとこの友達に置いてるとこだったら受け取るかもしれない、うん、あ、そっか。アマゾンじゃ受け取んないでしょ。そりゃそうだな、ね、700円めんどくさいことになっちゃうもんな。そうで、どこに行きゃいいんだよと思う。なんかめんどくさいことになっちゃう。700円でいいんだ。そうだから、どっかコンサートやれよ、ところ、うん、やばい、やれって。ダメだろ。なんでよ。じゃあうちのお台場フォークのコンサートっていうのはお客さんがいいんだろ。うん、無理だな。大丈夫だよ。チンコマゴ歌歌ってよ、また。あれは、もう、あれさ、なんで CD に知ってないんだろう、俺。あれ、なってないの？なってないの。俺、あれの、あの、YouTube にアップされてんのよ。うん。前のお台場ホークムラ、うん。あ、たまに見るよ。見る？あれさ、うん、お台場ホークムラさ、フジテレビが削除するじゃん、YouTube を。あ、そうなん？するんだよ。出しとけ、見逃せよと思う。本人が見たいんだから、見逃せよとか思う。言っとく。何でも余計なことやってんの、お台場、この野郎とかって。なんかね、きっちりだよ、そういうところは。削除される？削除されてるんだよ。そうの？もう見たいけど。本人が、あとさ、ネット便利になっててさ、歌詞が出てんじゃん、うちの歌でも。歌詞出してくれてんのかんじゃん。あれが、コピーができないようになってんのな。ああ、ガードコピー。本人がしたいのにできないから。俺が書いた詞だろ、それとか俺。俺、そこはめんどくさい。本人はフリーになるなんかねえの、キーワード。でしょ？本人がコピーしたいのに。そう。まあ、できねえんじゃん、これ、ガードされちゃってて。コンサートで自分の歌歌うんでも使用料払うんだよ。面白いんだよ、だって。うん、あの、迷惑メールもさ、排除するして あんじゃん、してくれんじゃん。ああ、でも排除しましたよっていう報告がペンポンってくるんだよ。ああ、うるせえよおめえはってい う, うそので、結局それを消してるから、同じじゃねえかよと思う。そうだよな。どういうことなの。でたまにさ、ちゃんとしたやつがいっちゃわない、はい、そっちに。あ、そっかもしれない。英語で書いてあったりとか間違えてね。ないそういうことなんだよ。それよっかさ、ちんこまご歌歌ってよ。忘れちゃったもん、もう。どういうんだって。あれ、俺、おかしくてしょうがなかった。ね。三味線だったよ、確か。三振、三振、三振でね。めっちゃ面白かった。なんか、馬の。だから、FM でやるような歌じゃないで。そうだな。タイトルが間違いでしょ、って。馬のチンコが伸びたら夏を感じるとか、そんな歌だぜ。馬のチンコが縮んだんで、そろそろ冬だなっていう。そうだよね。チンコ孫歌。チンコ孫歌、面白かった。面白かったよ。ところの節回しが良かったんだよな。あ、馬のチンコのびっとバカ野郎。FM でやるんじゃないよ、そういう歌を。やめなさい。FM ですよ。やめなさいよ。あれプロデューサー OK だよ。あ、バカなんだ、あれ。浮かれてんだよ、浮かれてんの。あの、一時の今に浮かれて後で怒られるんだよ。後で怒られるんだよ。バカな、プロデューサーだな。ダメだ、ああいう人に任せちゃ。君ね、ブレーンに恵まれてないよ。その大問題になると思うよ。大問題で。ほんで結局、前に立ってるのは君だから。そうそう、君は何か言われる。FM でチンコ言うの。なんてこと言ってんだ。そうだ、坂崎という男は。番組は。なんだって言われちゃう。おげれちゃう。その時はプロデューサー、死にませんよ。勝手にやってたんですよ。生放送だから僕、止められねえってんですよ。OK 出しときながら。あれ、OK ってことじゃないですよ。じゃあ、OK じゃない。ダメですよって出してるんですよ。丸が。わけわかんない。丸出してんのに。うん、おかしいなぁ。ちり紙。リクエストね。来てますよ。リクエストいっぱい来てるところ。だでもまあこれはいいやね。リクエストやんないもんね。うん、チンコ孫歌が良かったんだよな。何あんた。数は、俺300曲400持ってんのに、なんでチンコ孫歌なんだよ。ところがなんかカメラいっぱい買ったって書いてあるんですけど。
あ、カメラね。で、これはポッチさんから来てますけど。だって、コウちゃんに教わったじゃん。ニンガンレフなんかの、その、絞りだなんだって。買ったの？あの表、まだコウちゃんの書いた表、貼ってあるもんね。あ、そうなん？そう。それ、価値が出るよ、将来。何？別に、私は売るわけじゃないから。私のところでエンディングだから。うん、そりゃそうだ。だって、乱暴だもん、俺。あ、今回ね、この CD を録音している RCA のマイク、はいはい、あれ俺のだよ。そうなの？俺ん家にあの2本マイク生きてんだよ。あれが、うん、で映ってた、あれがね、うちにね、3本4本あんのかな。そんなね、当たり前、ミュージシャンだよ俺は。あれがだって曲のタイトルになってたよ。そう。どうだった RCA 77そう、7で、歌になってるでしょ。あれ何、あの2本マイクで、ね、4つ持ってるの？4つ持ってるの、生きてんのかね。大概死んでんじゃん。ちゃんとこう箱に入れて保存してる。今はちゃんとあの湿度だな、管理するあの、うん、あれに入れてます。あの毛質。俺だってそういうことはするんだよ。何もかもほっぽりっぱなしじゃないんだよ。あれで撮ってるわけ今回。でなんでそれほっぽりっぱなしにしなかったかっていうと、リボンマイクのリボンがいかれちゃうと30万かかって言ったから、うん、そうなんだ。じゃあこれもったいねえやろ、これもったいねえ、そうかかんだってさ、もったいねえやと思って、うん、生きてるのはもうないからね、現存するのは。でたまたまアメリカとか、うん、あの次第のところから手に入ったんで、でそれで一回やったの。これそれを使ってるわけ。これ全部歌。うん、あ、そうなの。だからあのボ、なんだっけ、コーラス入れてる人が、うん、歌いやすいっすよ。あ、そうなん。あの、あ、コーラスも一回使うと面白いと思うよ、うん、あのね、高いところとか、うん、余計なところがこう再生されないから、うん、なんかいいの。あ、そう、うん、あ、聞きながら。あ、でも音にうるさいからね。いや、俺それも含めてなんかいいの。そっち系の音にはうるさくないね。あ、そうなの。いわゆる機材系は。ああ、このマイクはいいよ。あ、そうなの。歌いやすいしね。形もかっこいいしね。ところそういうところうるさいんだ、結構。うるさい。機材に。当たり前じゃない。あ、そうなの。うるさいよ俺は。ちょっと加藤和彦的なとこある。ああ、もうそうだね。私は加藤です。加藤さん、天国から来た。加藤さゆりです。命日だもんね。誰なんだお前は。加藤さゆり誰だ。誰なんだお前は。うん、まあ、そうなの。そう、好きなんだ。エフェクターとかも好きなんじゃん。つまりね、うん、まあそんなに今のマイクと比べたら今のマイクがいいに決まってんだよ、うん、だけど目の前に来たものって形が俺の目に入ってくるわけじゃない、うん、車もそうだけど、ああ、シール貼るとか、ストライプ入れるって、何の馬力も上がんないよ。ああ、だから乗る人の踏みしろが変わるんだよ。うん、向上するわけだよ。それと同じようにマイクロも、形で、デザイン、自分のデザインの中にあるものだったら、やる気が出るんだよ。なるほど。気持ちよくなる。わかるわかる。っていう歌が、その、77DX。だけど、どう歌ってないんだもん、これ。そうなの。これ歌ったら、吉永小百合さんが歌ってるでしょ、吉永小百合さん。これ歌ったら、これ違うの、これ後半戦やってて、うん、後半戦俺くたびれてきちゃって、うん、もうね、うん、これあと1曲入れりゃ終わりだって時に、最後だったね。最後残っちゃったの、この RCA77DX が。12曲目。だからしょうがないから、アレンジャーの奥さんに歌ってもらったの。あ、奥様なの。奥さん、アレンジャーの奥さんが歌ったの。あ、そうなんだ。いいじゃん、誰が歌ったって。そういうことか。そういうことだよ。このアレンジャーのあれに出てたもんね、ブログにね。うん、そういうことか。そうそう。そう。なんだ、疲れてくるとね、最初びっくりしたんだよ俺ね。疲れてくるとね、うん、人に頼るっていうね、その悪い癖があるわけね。悪い癖じゃないよ。何よ、修正、そうじゃなくて、いい仕組み。あ、仕組みね。いい仕組みを求めちゃうんだよ。いや、これずーっと聞いててさ、うん、12曲目でしょ、うん、あれ、あの早回転して帰ってきて酔っ払いみたいにさ、あ、いや、前のね、前の小京子ってアルバムでも、うん、一曲この奥さんが歌ってるのがある。あ、そうなん、はい、なんだっけな、なんて歌だったっけかな、うん、もう忘れちゃってるもんね、一個前のアルバムね。だって明日を生きてるわけでしょ、ところは。そうなの、ね、全然思い出せないよ。ただ明日を生きてるっておかしいだろ。今日なんとか生きてる、うん、そうなのね。忘れちゃってる。忘れちゃってる。忘れるもんな。忘れるね。全部でだから14曲、15曲入りの1、2でございます。そうなの。ところでジャムクラッカー。今回はね、バナナズカムトゥルー。あ、これバナナズカムトゥルーって、うん、あの、なんとなく聞いたことあるんでしょ、バナナズカムトゥルー。ドリームズカムトゥルーと、うん。あるよ。だこれあれだよ、ドリカムの、うん、旦那。うん、旦那っつうか。ファジーコントロールだ。あ、何コントロールだって。ファジーコントロールだって。ファジーコントロールがやってんの。うんうん、やってんの？で旦那が、俺これやってていいのかななんて言いながら、うん、バナナズカムトゥルーってやってんの。もうそうなの、うん、バナナはいっぺんに買うと、うん、いっぺんに、熟すんで大変なことになるよっていう。だから小出しに買った方がいいよ、こう2本ずつ買った方がいいよっていう。だからサウンドに合わないんだってっていう歌だよ。サウンドに何がよ。中身がそうなんだよね。現実大変なんだから。バナナを俺は何この甘な甘な唐辛子は、え、
何甘長唐辛子。甘長唐辛子っていうのは、かみさんがオクラを作れって言ったから、畑でオクラを作ってたんだよ。で、その横っ面に甘長唐辛子ってたんだけど、オクラがメインだから甘長唐辛子、ほっといちゃったわけ。そしたら、ある日でかくなってたんだよ。あら、ほっとけちゃった。でも食えんじゃねえの、まだって。で、オクラが、かみさん食いてってから作ってたのに、毎日オクラ持って帰ったら、もういらねえとか言いやがって、ふざけんなよとか言って、チクチクこんな痛い思いしてんのにって、もういらねえのはいいざまねえな、この野郎とか言って、もう温めてたから、オクラの野郎って潰して、そしたら、そっから甘長唐辛子がメインで口に入るようになった。その時、苦労かけたねと思って。運動に合わないんだよ。そういう歌だよ。じゃがいも早いんじゃないってなんだよ。これ大変。これ、あのね、ちょうど今ぐらいだよ。牡蠣が送られてきて、牡蠣を銅庫に入れて、せんべいの銅庫なんかに入れて、そのまま入れて、海水のまま。入れて、そのまま入れて、ほったらかすんだよ、薪の上に。な、そうすると、焼き芋待つように、中でバカだから、こう蒸されて、ちょうどいい具合になっちゃうんだよ。ちょうどいい具合だよ、鍵が。ちょうどいい具合だよ。その横っ面に網で、銀紙にこう、じゃがいも入れて、ね、あとで野菜も、てか、穀物も食べましょうって、じゃがいもやってくる。でも、あまりにもこの、牡蠣が美味しいんだよ。あまりにも美味しいんだよ。みんな牡蠣に行っちゃうんだよ。と、ほっとかれちゃうわけだよ。あと、じゃがいもって、いつ頃が、食い時だか分かんない、銀紙で、ホイルやっちゃうと。なんかお前、はいはい、こっち攻撃してこいよと、プッシュって言うとか、待ってるんだよ。なんかあんだろ、うん、米だって、なんかプップってなったりとか、そういう、なんか表現しろよって、忘れちゃうんだよ。食い時をね。それで、うん、あ、みんなが食べ終わって、牡蠣で腹いっぱいやってくれ、うん、あ、そう、じゃがいもだよなって。あげたらもうさ、炭になっちゃってて、軽くなっちゃって。あれか。でも、これさ、なんか胃にはいいんじゃねえのなんて苦いの舐めたりなんかしてみんなで舐めたりなんかっていう歌で発がん性物質だっていう歌でそういうのはジャガイモ早いんじゃないだから今もう今食べ時かないやどうなのかなって歌でところさすいませんサウンドかっこいいんですけど、ね、ドーナツで生き返るこれはかっこいいでしょドーナツ箱でドーナツをね、うん、あそれは YouTube も箱切れってますか箱切れやってんの、うん、あそれはドーナツで生き返るは一人やってるのあそうだねドーナツでねドーナツネギ割り食べるわけ、うん、4個食べたら、うん、こう胸焼きするじゃん、うん、2時間ぐらい寝てたんだけど、うん、気持ち悪いなって起きるじゃん、うん、なんだよやっぱドーナツ食いすぎちゃった、ね、大人なのにね、うん、1個にしときなさいよ、うん、ネギ割り食うのはおかしいよなんて思いながら、うん、そしたら朝4時頃だから、うん、テレビつけたら、うん、なんか笑顔でやってんだよテレビが、うん、ばっかりの人はこんな苦しんでる笑顔でしょうがねえだろ爽やかなんだ、まあ、俺中心にやってるわけじゃないからねそういう状況の人も見てるわけ朝、うん、気持ち悪いなって、はい、なのに笑顔で爽やかにやってんからなんだよ見なきゃいいじゃんお前らの笑顔でなんか余計俺は調子悪くなるよだって笑顔が、うんま、みんなに笑顔になるかって言ったら違うから、うん、悲しい時とか苦しい時に笑顔されると余計腹が立つっていうのは、うん、逆効果もあるんだよ、うん、つまり一人の時にクリスマスソングがかかってくると悲しくなるのと同じだよ あんな感じ、ね、彼女がいないのねあんな感じでそれを歌にしたわけでその後水飲んでタバコ吸って時間が経ってたら、うん、太陽が出てきたから、うん、なんかいい感じだねと思っちゃった時もあったの、うんうん、瞬間気持ち悪いのに、うん、俺気持ち悪くて起きたのに、うん、あれきっかけで起きたのに なんていいひとときがそうだったんだよっていう収まり方をしたって歌、うん、あそういう歌なのねそれ全部説明しちゃってる俺いいねでも分かりやすくていいでしょこれでもさ角野君と仲がいいっていうねチューブ あの感じが出てる9曲目は何ああ一休みなそうこれはねああ一休みはねこれチューブもうああ夏休みと同じような感じになってますからちゃんとなってるよで何聞くのよ今日でああ一休みはあれだから植木屋さんのとこだから植木屋頼んだらやでお茶だやでお茶だお前お酒が飲まねえじゃねえかよって綺麗よとか思ってねまあ10時のお茶だ昼のお茶だ3時のお茶だお茶飲み合ってくれよっていうで千葉から朝一番で来たわけだよでそこは今もんだから7時ぐらいに出ちゃって門開けてくんねえから待ってからしょうがない気になるから開けちゃうじゃんかよそうするとさやりもしねえとお茶ばっか飲んでんだでもう早くお茶お昼来ませんかってそんなやつらなんだそういう歌あいてんすやべえよこの野郎ってお茶ばっかり飲みやがってっていうだ中身は変わんないんだよ今までのところとでもねだけどサウンドが違うああ一休みの途中で、うん、あのチームの前田君のね、うん、うなり声の歌のところも歌ってんだけど、うん、ちょっと目の変えてます怒られるからねあのサザンオールスターのところもちょっと変えてますあそこ当たり前ですよ奥の方で宇崎さんの身も心ももう歌ってますあそうで聞こえないけどね聞こえない俺の中で紹介してるだけだからどんな CD なんだよ結構くすってしますよそこはねどんな CD でございますけどもね、うん、2枚かけてくれんのかけるよどれがいいじゃあコウちゃんの好きなのでいいよ何でもいいよ
俺は何でもいいんだから。俺も何でもいいけどさ。でも世の中の人がみんな分かんないのはセンチメートルミリとか、うん、情報通りの大満足とか、これは分かんないよ。音はかっこいいけど。分かんないね。これ分かんないっていうか。センチメントルミリって何？センチメントルミリ。センチメートルだよ。センチメントルじゃなくて。センチメートルミリ。だってメーター、センチメートル、ミリでしょ、うん、センチメンタルミリだっておかしいでしょ、はい、センチメートルミリですよ。うん、これは、車を中古で買ったら、タイヤをつけるのに、うん、本当はインチなんだけど、アメリカの車だから。でも、前のオーナーが、国産のスペーサーって間に挟むものをつけちゃった、うん、そっから日本のボルトが出てたわけで、それを知らずに俺は、インチだと思って、いろいろ始めると、いろんな不都合が出てくるよって言うたね。そういう歌なんだ。細けえ。そういう歌。細けえ。中古だから仕方ないねって収まり方だよ。で、かっこいいよ、それは。うん。どれでもいいよ、だから。どれでもいい？どれでも何でも大丈夫です。サービストラックいいんじゃないじゃん。何？私は神様。さっき来てたよ。私は神様じゃない？この違う方がいいんじゃない？短めがいいって指示が来てます。あ、じゃあ短いのです。じゃあ短いのいかしら。じゃあ、ここにタイミング出てるんです。タイミング短いのあんまないでしょ。でもね、3分台があるよ、結構。1分台もあるけどね、うん、3分台がやや絞ればいいじゃん。そうね、うん、じゃあセンチメートルミリのイントロが聞きゃいいじゃん。あ、サウンドがかっこいいってことで、サウンドかっこいいって言ったら情報通りの大満足。あ、でも俺はねあれが好き、オスプレイかコントロール。あ、じゃあオスプレイにしましょう。オスプレイ、はいはい、じゃあオスプレイが飛んでいく。もう今向こうで出してくる。そりゃそうだよな、すぐ出る。お別れになるのかな、ところと。お別れなんだよ、ところ。もうちょっと行けてるんでしょ。あ、いるよ。ね、じゃあ、だからタバコ吸えないからな。そうなってば。じゃあ、オスプレイは飛んでいく。どこじゃあ、はい。はい、どこ。ちゃんと聞いちゃったじゃない。かっこいいじゃないですか。何、ちゃんとルール守っちゃって。FM ですか。ちゃんと聞いちゃいましたよ、これ。まあ、でも、このアルバムの中では、ちょっと昭和っぽい曲ですけど。あ、そうですね。歌謡曲っぽいね。でも、あの、アルバム全体的な印象はもっともっとなんか、あのバンドっぽいよ。バンド、まあパンク、なんかその辺ですよ ね、うん、サウンドはね、うん、内容はさっきところから、やっぱちゃんと後半戦になると、うん、もうあの私の帰宅が近くなってくると、うん、真面目な話しようとしてるんですよね。やっぱね、締めようと。最後はこうカンファタブルな。そりゃそうですよ。やっぱあの人はいい人なんだな。そこまでは思ってないけど。何がよ。あの人はいい人なんだ。いい MC 下手だな、本当に。だから MC がこうやっていざなうんだ。俺からアプローチどうすんだよ。もう本当にいいね、こちゃん頼むよ、頼むよ。 AM みたいだもん、これ。 AM だもん、だって。え、 FM の顔かぶった。なんとかタバコ吸えるようにしようって。ここダメだってば。穴子の地下、どこもダメよ。今地下、これ地下。いや、掘ってもダメだと思うよ。なんか今あんじゃねえの、技術が。ああ、吸っても煙が、なんかもう。だって焼肉さん、あれビニール袋かぶろう。そうだよ、ゴミ袋。なんでそんなの吸わなきゃいけないんだよ。それどっかに出して外でこう捨てられるんだろ。パッパッパッて。どんなアナログなんだそれ。ところが、さっきライブやんないってたけど、うん、ねえ、音楽活動は今はちょっとあれ、うん、何モードじゃないの、音楽活動。ああ、まあ CD できちゃうと、ね、とにかくこれで一段落したんですよね。だから今歌は作ってますよ。作ってんの。もう4曲5曲はあるんだけど、ね、だから今度のアルバムでは入れて、チンコマンゴータ絶対に。あ、好きだね。あれだって笑えるよ、悲しい時は。そう、ちょっとさ、また三振さ、弦張んなきゃいけないじゃん。張ってやるよ。え、あとね、三振はね、今年はね、感想は多かったね。あんま来なかったから割れた人多いね。あ、そうなの。で、私が割れたから修理出して、うん、持ってる人に多分割れてるよって言ったら、みんな割れてた。あ、そうなの。うん、関東地区みんな割れてるね。割れてんだ、うん、あれって、ところって三振って、うん、あの、蛇顔のやつだっけ。そうそうそう。普通のにすやし。沖縄もね、だからあれだよ、あんな蛇沖縄にいないんだよ。あれ台湾から輸入してんだよ。そうだよ、なんだよそれ。西警部のカードも。台湾の楽器なんじゃねえかよ。川はね。基本は。だあれしょ、スラルジャミセンにしろよ、ところ。今度は。太竿。太竿。かっこいいね。ちょっと待ってよ。あの、でかいので、トインダン、タタン、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 やって、はぁ、自己満歌。お前もうちょっと歌作ろうぜ、それ。でも孫歌だからいい。お前らでもね、太竿持っちゃったら、ちゃんとやると思うよ。おぉ。じゃあ、バチマジで。この男は。やるね。あれ、三振でテロトリやってっから、チンコマンオータってなっちゃうんだもん。あ、そうなの。そうだよ。ちゃんと、まあ、あの、バチまで、あの、象牙の買ったりなんかしたら。そうだよ。今はだって、歯医者のカードだぜ。歯医者のカードだよ。歯医者のカードに引くなってんだよ。歯医者のカードも、こう、握りやすいように切ってあるところに行くよ。ね、に切って
るところに行ってんだよ。工作力があるね、工作力が。今度来てよ、ところ。何や。ライブ。やろうよ。のこうちゃんのライブ、うん、だからそういうフォーク、うん、お台場フォーク村とか、うん、そういう時に。ああ、まあ僕はでもね、音がうるさいからな。全部用意する。ライブ会場の音の響きとか返すとかちょっと時間かかるよ。あ、じゃあ RCA もう僕はうるさいからね。もうリボンマイク使っていいから、ね、持ってかないよ、持ってかないライブで持ってかないよ、そんなの。冗談じゃないよ、冗談じゃないよ。あ、でもね、あの貸し出しますよ。あ、そうな。わあ、もう無料で貸しちゃう。あ、無料で、無料で貸しちゃう。みんな来ました？皆さんレコーディングの時はどこの？違うよ、みんなで語れよ。そうだ。こうちゃんにか、なんで俺が日本のミュージシャンのみんなよりいいバイク語らなきゃいけないんだよ。買えよ、お前らは金持ってんだから。金持ちなんだから。そうだよね。こうちゃんだってもうこんなに金持ちになってると思わなかったもん。白いバン持ってんだもん。事務所の白いバンで移動だなんて。昔はカゴとかホッピングだったのに。モンキーまで乗ってたじゃんかよ。面白かったな、面白いな。普段と久々に会うと面白いね。面白いですよ。ところ何本やってるのレギュラー今。そんな話聞くの？じゃあ何本やってたっていいじゃん。いや、どのくらい休みがあるのかな。ああ、まあそれなりに休みありますよね。週に。じゃあ7本かそこくらいやってるんじゃないですか今。あ、そうな。うん。でも週に 何日かあるわけでしょ。そうですよ。だからね、忙しいね。俺音質作んなきゃね今年は。音質いいね。トマト、トマト作る。あ、そっちの。当たり前だよ。カメレオンとかじゃない。違うよ。なんでそんな。俺んちはでっかい。もう俺はね、うん、普通のペットはオーソドックスだったの。ああ、でっかい犬を飼うっていう普通の人間だったじゃん。なんだ。キリみたいな、そんな亀何匹とかわけわかんない、もう情もわからないものかって何が面白いんだよ。だから甲羅磨いたら喜んでるのか。そうだよ。甲羅に苔が入ったらいけねえなんて。え？平田に出してくれなきゃ。そう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 。キャレつくんだよ。何が面白いんだこんなもの。おもろいよ。亀だぞ亀。あ、じゃあさ、カメだぞ。ところの温室にカメ入れとけばさ、なんや、雑草食ってくれるよ。で、そういうことじゃないんだよ。いいね。俺はね、ちゃんと。ゾウガメ。知ってる？温室って農協が建ててくれるんだよ。そうなの？そうなの。自分で番組が出て建てんじゃないよ。農協がやってくれるんだよ。もうそうなの？当たり前ですよ。知らんかった。あれだろ？まあ、ちゃんとやるだろ、俺は。水耕栽培してるじゃん、水耕栽培。やんないよ、そんなの。土からきっちりだよ。土からね。土、ひっくり返っちゃう。ひっくり返っちゃう、やっちゃうよ、ちゃんと。何の話してんだよ、そんな。ひっくり返っちゃう。そう。温室作んなきゃ。忙しい。いつもはこういうスケジュールとかですね、ライブのお知らせとかね、アーティストのあるんですけども全くないんで。それやってるよね。そう、何月何日には何か放送です。そうやってみんなにお知らせする番組なんだから。いや違うよ、あなた。ゲスト呼んでゲストを紐解く番組なんでしょ、あなた。そうですよ。ところが紐解けましたよ。いや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 、だって今日アルバムの話あんましてないよ。大丈夫だろ。してないじゃんよ。よ MC が下手だからさ、アルバムが前出ないよ全然。逆にアルバム引っ込んじゃったこれ。かけるからさ、魅力なくなっちゃったよな。じゃがいも早い。かけたら魅力なくなるとおかしいだろ。かけた。MC が下手だから。かけなきゃよかった。MC が下手だから。そんな番組だ。MC がプレッシャーかけるんだもん、これ横にギターなんか置いちゃって。これはいいんだよ。あのアクセス入ってきた途端にところこれヤマハのいい音するようなね。俺がくっつくようなこと言って後で弾かないよ。もう後で弾いて、弾かないの。弾いてよ。もう俺はもうエレキギターだもん。あ、そっか。俺もバンドマンだもん俺は。YouTube 見てみる。そう、見なきゃダメよ、ね。みんなもじゃあ見てみましょう。そう。ね。うん。なんだっけ、世田谷一郎ね。世田谷一郎。世田谷一郎で出てますね。ありがとう。所ジョージさんでございました。どうもありがとうございます、本日は。うわ、そっけない。いや、金持っちゃったからね。金か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 。